皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。今回は米津さんのレモンという曲のソロギターを皆様と一緒に練習してみようかなと思います。先日といっても、まあ、半年ぐらい経っちゃいましたけども、まあ、米津さんのそのレモンという曲のソロギターを演奏動画としてアップロードさせていただきました。その時にね、食べ方欲しいとか、なんか解説欲しいみたいな感じのリクエストもあったし、僕もそれを作ろうと思ってたので、ちょっと遅くなっちゃいましたけども、それを皆様と一緒に練習していこうかと思います。まだその演奏動画見てないぜという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に貼っておきますので、よかったらその演奏動画を見てから、こちらに飛んできていただけますと幸いでございます。そして必要な方がいらっしゃいましたら、今回も初心者はこれ弾けシリーズと同じピアスコアというサイトからですね、楽譜がダウンロードできるようになっておりますので、よかったら、こちらもご検討いただけますと幸いでございます。まあ、ダウンロード販売という形になってしまうんですけれども、まあ、なくても大丈夫だと思います。ただね、あった方が便利かと思うので、まあ、ちょっとね、レッスン料がてら、ちょっとね、買ってやるかみたいな感じでご協力いただけますと幸いでございます。一応、あの演奏動画の手順をそのまま再現してるんですけれども、書き写してるんですけれども、ちょっとまあ注意点とかはね、あの動画の中でお話しさせていただこうかなと思いますので、興味があったらまずダウンロードして、印刷をして、赤ペンとか用意してから、ご覧いただきますと幸いでございます。それでは画面とズババーンとまた画面をですね、こうお手元もお見せしながらやっていこうかなと思います。よかったら参考にしてみてください。とりあえず2カップに、2にカップをはめて、チューニングをしてギターを用意していただいて一緒に練習していきましょう。まず最初のパート。こんな感じ。行きましょう。まず最初、3弦の2フレット、移動度でお話をしていきます。ちょっと分かりづらかったらごめんなさい。この動画で慣れてください。最初、2フレット。ラの音からスタートして、ラシッといきます。で、その次、ラシッといったら、F シャープマイナー、セブンス。中指で6弦の2フレット。そして、人差し指でこのミ・ラ・ド・シャープ。ミ・ラ・ド・シャープ。を同時に押さえます。で、メロディーがドーラーで、小指でファシャブ。ドーラファーと弾いていきます。で、小指でシーと言って、次のコード。6弦開放と、人差し指から1フレット、2フレット、4フレット。多めで言うと、ソシャープ、ミ、ドシャープということですね。で、その次、本当は D コードなんですけれども、もう D の音鳴らせないんで、開放、上の開放でいっちゃいましょう。D on A ということで。こんな感じですね。4弦の4フレット、ファシャープの音、ファシャープ2にちょっとプリングして。こんな感じです。メロディーがファミラミーと。で、その次、小指と薬指でここ、5弦の5フレットと6弦の5フレットと5弦の4フレットを押さえます。ラとドシャープですね。こんな感じ。ゆっくりやると。こんな感じです。で、その次、2、4と、ハンマリングをして、シとレを同時に弾きます。シとレ。シ、レ。で、ラ、ソ、ラ、ラ弾いて、ソ弾いて、スライド。で、その次、5弦の4フレットと4弦の2フレット。ドシャープとミですね。スライドして、で、人差し指のと、レに、プリング、ドシャープ。で、その次、ちょっとこの指を下げて、1、3フレットですね。5弦の3フレットと4弦の1フレット。ドの音と、ミフラット。で、その次、中指でラの音に行きまして、ラ、ソシャープ。で、小指でファシャープ。こんな感じ。で、その次、薬指を1個上げて、4フレットと3フレット。ドシャープとファ。で、行くと。ポイントとしては、できるだけその指を離さないということです。今のところとかもね、極端に悪くやっちゃうと、とか。
なんかちょっとブツブツ感あるじゃないですか。そうじゃなくて、こうできるだけ音を伸ばして、特にこのベース音、薬指のベース音ですね。伸ばしていくと、厚みがある演奏ができるかなという感じです。で、その後、また同じように、ラ、シ、ド、ラ、ハ。まあ、この辺一緒ですね。ここから変わります。シとレ。で、その次、4弦の2フレットで、ミ、レ、ミ、レ。パニアとします。パニア。ハマリング、プリング、トーステン。で、また小指、薬指で、ラとドシャブ。で、人差し指で、そのまま制覇をして、ラ、あと、ドミラ、ドと、ドミラ、で、その次、E コードです。E コード。ここを押さえて、6弦と2弦と3弦。で、ラ、レ、ラ、レ。A のパワーコード。0、0、2、2という感じで、0、2、2。で、この A アドダインをアルペジオして終わりという感じです。ゆっくりやってみましょうか。ちょっとよく手元を見せてください。分からなかったら一時停止をしたり巻き戻したりして、確認していただけますと幸いです。いきます。こんな感じです。で、このゆっくりのパートが終わったら、あとはその2を入れながら、この親指の2ですね。これを入れながら、また同じパートを弾いていくという感じです。やり方としては、この親指の側面をその6弦に当てるわけですね。そうすると、この親指が6弦を、この押して、フレットと弦をこの当てる、当たるという感じが、この当てるわけです。親指がパッパッと。ここに、ね、フレットが当たれば、パッツってこの音が出ると思いますので、これで OK です。あんまり強くやりすぎると、なんかニュイーンって言ってしまうので、できるだけ軽く、軽やかにやっていきましょう。ちょっとこの A' セクション、ゆっくりやってみますね。こんな感じです。こんな感じ。合間にその2を入れるだけだから、割と簡単っちゃ簡単なんですけども、たまにその、ね、2をやりながらその音を鳴らさなきゃいけないときがあるんですよ。ここがね、すごく難しい。最初のこのラード、ラーシーか。ラーシーとラーバーまではいいと思うんですよ。ここの後ね、普通に弾いたら、普通に2を入れればいいだけなんで、そんな難しくないと思います。タッタッツ。で、小指でシーツン。で、3拍目は。こんな感じ。タンタンとカーン。で、その次、2小節目。こんな感じ。ここ。ちょっとこの2をやりながらその弦を鳴らすやり方はいくつかあるんですけれども、今回の場合は僕はそのダウンストロークをしているような感じです。ちっちゃくダウンストローク。この2をしながら3弦2フレットのこのラの音、3弦2フレットのこのラの音を鳴らさなければいけないんですけれども、2をしながらちっちゃく人差し指でダウンストロークしてラの音を鳴らすと。こんな感じ。ラ、ラ、ラ、ラ。で、こ
この時に左手である程度ミュートしてあげないと、結構いろんな音が鳴ってしまうかもしれないので、できるだけミュートしながらやってあげるとよかったと思います。で、その次のこのゼロのところもそうですね。こんな感じで、音を鳴らしながらやっていくのが大変だよということです。ちょっともう一回やってみましょうか。ここからやりましょう。まず、さっきと同じように、シとレ。じゃん、ダー、ソラーでスライドして、ツと同時に、ラを鳴らして、ソラーとスライドして、で、ここは一緒ですね。で、人差し指で、このツでピッキングすると同時にプリングすると。で、その次、1個下がって。こんな感じです。で、その後は割と繰り返しで。そして、ミの音。このミの音をツをしながら叩いていくと。で、ラと落とした。で、E コード。で、A アドラインで締めるという感じです。こんな感じがその A ダッシュセクションになっております。またわからないところがあったら、いろいろこう繰り返したりとかして、また見ていただければという感じです。で、その次 B セクション。ここは多分一番簡単なセクションです。そんな難しいことはない。ちょっとゆっくりやってみますね。とりあえず一通り弾いてみます。こんな感じです。まず最初、ここ2、4、シとファシャップ。これですね。で、1、2、1、4と。で、人差し指で。ミトトと、ミトト。で、その次、この3弦の1フレートを押さえて、シドレトシとシドレトシ。で、A アドライン。ラシミ、ラシミ。で、その次、シとレになって、レがメロディですね。レミファ、レミファミレン、レミファミレン。で、その次またこの小指と薬指でラとドシャブ。ドミヤラドミ。人差し指大活躍。で、その次。で、このメロディが入ってサビに入っていくんですけども、こんな感じ。ちょっとめっちゃゆっくり弾いてみましょうか。もう一回 B セクションゆっくり弾いてみます。わからないところがあったら繰り返し見てくださいませ。いきます。こんな感じです。これがまあその簡単な B セクションという感じです。で、その次にサビに移るんですけれども、このサビが、ね、一番難しいと思います。メロディーすごい細かいし、ツをがっつり入れていかなければいけないので、これですね。結構な難易度かと思います。その手前の、わかりましょうか。まず、ラ、あ、じゃない、シか。シを弾いて、シ、ド。で、ド、シ、ドと弾いたらプリング。いきます。で、右手が、このシドシラといくわけなんですけども、シドシラ。ラの音を中指で弾かないと、ちょっと次間に合わないんで、必ず中指で弾くようにしてください。シドシラは中指です。で、ラを中指で弾いて、その次、小指、薬指でこの5フレットと4フレット、レとファシャープ。
ここにその着手をすると。こんな感じで運指をしていきます。で、ファララ、人差し指を離さずにそのまま。ファララン。で、また来ました。素をしながら3弦ダウンストローク。で、トーンといったら1弦を普通に指弾きします。で、その次 A ナイン。こんな感じ。ゆっくり。この4拍目もそのね、2弦の開放をダウンストロークで弾いて、シート、シート、シーラといかなきゃいけないわけです。ちょっとよく僕の指を見てください。その何弦を弾いているかとか、何指で弾いているかとか。こんな感じです。違った。こんな感じ。こんな感じで、その熱をしながらダウンストロークするのが、これはまたえらい難しいと思うんですけど、まあ、ちょっとこれを頑張って練習してみてくださいませ。次の小節でいきましょう。こんな感じ。で、どこですね。6弦開放と、2、4フレット。ファラララン、ファラララン。で、ラをツッと同時に弾いて、ミ、ファラララミ、ブンツ。ファラララミ、ブンツ。で、またラの音に戻るんですけども、このときに薬指を押さえています。なんでかというと、次のコードに間に合わないんで、F シャープマイナーにして、こんな感じで弾いていきます。もう一回、4-2-2-2-ゼ、ブンツ、薬指で押さえています。で、その次、3拍目は、こんな感じになると。で、3小節目、続きいきます。ゆっくりやると、ちょっとね、5フレットが登場しますね。ちょっとしんどい。最初は、1小節目と一緒。レとファシャープを、ファララ、ファラララ。で、その次、A コードなんですけれども、たくさん押さえなくてもいいので、まあ、このドシャープぐらい押さえておけば十分でしょう。1弦のメロディーがファシャープからスタートです。ファシャープ、ミー。で、またこのダウンストロークとともにツを入れると。で、こんな感じで、運指をしていきます。で、その次、E コードなんですが、ちょっとストレッチをして、ソシャープと。で、4-0-0 で、ドシャープ。で、その次、こっち。C シャープ7ですね。4-3-4フレット、ドシャープ、ファ、しか。こんな感じ。で、また同じように、4拍目は、つと同時に、し、し、と、し、らが入ると。で、最後のらは同じように、また中指で弾かないと、次が間に合わないので、中指で弾いて、また次の、ファラララミーに間に合わせましょう。で、次の小節はまた繰り返しです。途中まで一緒ですね。ここから違う。つ甘いのとこですね。甘い。
ここのところは指弾きしないとちょっと難しいかな。ずっと続けずっといったら、人差し指、中指、人差し指、IMA でメロディを弾きましょう。IMA、人差し指でラ、中指で C、人差し指でドシャープ。で、次の小節の、その、2弦3フレットのこのレの音と6弦開放は、中指と親指で同時に来るはずと、M と P。ここステム。こんな感じです。で、その次、レの音とソシャープの音を押さえておいて、レ、ドシ。で、その次、こんな感じで弾いてるみたいです。ちょっとこれ演奏動画通りやってるんですけども。F シャープマイナーにこんなタイミングで入ると。パッパッ。こんな状態みたいです。レ、ド、シ、ラ、ソ、ブ、ラ、ブ、ラ。で、その次、ラの音から、またプリングが入って、ラ、ラ、ソ。で、中指、薬指で、シとファシャープ。また来ましたね、このね。ファ、ソ、ラと同時にツを入れると。ラ、シ、ソ、ラ、シ、ラ、ミ。こんな感じで、ファ、ソ、ラ、シ、ラ、ミ、ラ、ミ。で、次、ドシャープのツと同時に弾いて、ツと同時に弾いて、ド、ミ、ズン、ド、ミ、ズン。こんな感じになります。その次の小節、4フレットから、ファーソ、ファーシー、ファーシー、ソラーラーといくんですけども、ファーシー。で、またこのソのとツと同時に、ソラ分。で、その次、3、1、2のディミニッシュコードに行きます。ド、ミフラット、ラって感じですね。なんだろう、これディミニッシュなのかな、マイナーセブンス、マイナーシックスなのかな、ちょっとどっちが正しいかわからないんですけども、まあ、こんな感じのコードです。で、パン、ズン。また、ソーラーとプリングをします。で、また同じように中指、小指で、で言っていくんですけども、実はこの演奏動画をアップロードしたときって、あまりこのレモンという曲を聴き込まずにその、ね、ちょっと練習してアップロードしてしまったので、実はメロディーが間違ってるんですよ。楽譜通り行くとすると、その、なんていうのかな。パパ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 今でもあなたみたいな感じでやってるんですよ。一応、楽譜もその通りに一応してありますが、実際メロディー違います。とりあえず、その動画バージョンでいくとすると、今ではあなたは私の光のところ、今でもあなたは私の光のところ、動画通りいくとすると、また、この C とファシャップからスタートして、ソーラーシーと、オーアイショステン。で、ラ、ミ、ド、ミ。で、ファ、シ、ファ、シ、ソ、ラ、また A、L、ナイン。で、やるって感じです。けど、実際はちょっと違います。今でもあなたは私の光のところ。やってみますと、ここで、ラ、ミ、ラ、シとメロディーが上がるんですね。で、その次、E コードと、このドシャープ。
な感じになります。ちょっとメロディーが上がるので要注意ですね。で、演奏動画の方だとこのまままた別のセクションに行ってしまいますけれども、実際はもうワンアクションあるので余裕がある方は、ちょっとコードを入れて変化をつけて遊んでみてください。A、E、A、C シャープセブンス。こんな感じですね。A、E、A、C シャープセブンス。こんな感じでいくと、原曲っぽさが出てくるかなと思うので、よかったら、このコードも弾いてみてくださいませ。楽譜の方には書いてないですし、演奏動画の方にはなかったセクションですけれども、そういうのを付け足してみると、面白いかなと思います。あの時は曲が、ね、あまり把握しなかったので、ちょっとその辺雑で申し訳ないですけど、そんな感じ。ではでは、ちょっから、長くなってきましたので、とりあえずここらで1本目の動画を終わりにしておきましょうか。もう一回最後に、C セクション、ゆっくり弾いてみます。うまく見えない、わからないところとか、なんかできないところとかは、確認したいというところとかは、本当に、ね、その動画の、利点を生かして、再生をしなんか、ね、何回も何回も一時停止したりとか、繰り返ししたりとか、確認したりとかしてくださいませ。見ます。C セクション。こんな感じでございます。ちょっくらは難しいところもあるかと思うんですが、何度も何度も繰り返し確認をしてみて練習をしてみてくださいませ。それでは、とりあえず1本目の動画を長くかかってきたので、ここで終わりにしましょう。2本目の動画では、別メロの D セクションとラスサビを弾いていこうかなと思いますので、よかったら楽しみにしておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。